疲れた。ああ、やる気出ねえな。メガネ変えるか。最近もうね、新しいメガネに慣れちゃったんだよね。どうでもいい話してんな。うわぁ、メガネ汚いな。このメガネ汚いなぁで、胴磨きでね、メガネ拭いたら終わりますから。そこんとこだけ注意しなきゃ。まあ、胴磨き黒、最近10円ま、磨いてんですけどね。磨いてる？磨いちゃってるんですけど、いやーね、まあ、空想ワンピース一旦ちょっと俺が飽きた。空想ワンピース自体好きなんだけど、話すことにちょっと飽きた。溶けた氷の中でふん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 ほん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 ドゥルデドゥルデルチャオラヘッチャオラダララ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 チャラヘッチャオラな。繁盛さんにむちゃくちゃ叩かれた。繁盛ってね、これが俺たちの文明開化、これが俺たちの文明開化の方じゃないよ。無名の繁盛で、もしくは繁盛さんかもしれないけど。ああ、もう6日だ。そのコメントすごいね、バリボコに、ねえ、叩かれるっていうね、ちょっと悲しい。ボーディドーダーベルズーね、まあ、草薙さんのモノマネにね、何がしたいの、何一つ面白くないって、何がしたいの分かんないっていうのは、ちょっと俺草薙剛さんのモノマネがしてるのに、なんで何がしたいのって言われなきゃいけないんだろう。お前の読解能力がねえだけじゃねえかって思うんですよね。あ、まあこれはもうね、こいつがコメント来てたんですよ。俺がもうボコボコにコメント返してやったおかげで、もうねビビって逃げたんですよ。いい全面見る、こんなんじゃダメだよ、マザーテラさんになれない。で、ねね、俺がいっぱいコメント返したら、何だから、あなたのやってることが一つも面白くないって言ってんの。恥ずかしいの？こんなことして。いや、恥ずかしくないですよ、全然。ポテト食べるぞーのね、これポテト食べるぞのモノマネは面白くないんですけど。その余韻で泣くっていうのはちょっと寒いけど、面白いよ。うん。面白いだろ、なんだよ。ふざけんなよ、ムカつくな。お前の感性が死んでるだけだろ。な、繁盛の名を借りて、あの、超スープラ、スープラだと、ちょっとスープラヤッピーの方になっちゃう。まあ、スープラヤッピー俺知らねえけどよ。スープラヤッピー俺世代じゃねえから知らねえけどよ。もしくは世代かもしれねえけど、覚えてねえけどよ。まあ、そういうこっちゃ。あ、これはね、あの、カムチャッカファイヤーっていう。嘘です。カムチャッカファイヤーっぽいなと思って。まあ、これはなんだろうな。フィジットキューブ。まあ、フィジットおもちゃです。よ。ドゥイッ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 ってできますからね。DJ ごっこできますから。で、これね。このね、ちょっと固めのボタンとかも。これなんか、このメーターのなんか上がるやつみたい。あ、これだ。これだよ。ね、マウスのここ片方はすごいスルスルいくんですよ。こっちはねカチカチ言う、でこっちはねカチカチ言うんですけど、こっちは食感のないボタンで、こっちはねこうやってフィジットキューブだな。フィジットキューブ持ってたけどどっかやった。ゲリエックリ三段バラ、ゲリエックリ三段バラ、ゲリエックリ三段バラ、ウォルター一撃、ゲリエックリ三段バラ、ゲリエックリ三段バラ。まあ、繁盛さんにめちゃくちゃ叩かれてさ、ね、まあ、繁盛さんってね。で、そしたらね、私がコメント書いたのもいけなかったけど、いちいち返信してこないで、しかも一つのコメントに対して5回も返信してくるな、めんどくさいから本当に返信してこないでって。うるせえな、お前がコメント出してるからだよ。なんだこいつマジで。
キモって思っちゃってね、本当に。何一つ面白くないわけないだろ。なあ、お前、見てないんじゃないの？タイトルとしか見てないんじゃないの？ここは面白いだろ。なぜかさ、ポーデドー食べるぞーって言って、なぜかニンテンドースイッチのね、まあ、ワンツースイッチか何か知りませんけど、ソフトをこう、おもむろに手に取って、あ、すごい痛い。あ、これ、だめだ、雲真っ赤だ。雲真っ赤。いやマジそういうのね、不謹慎だから言うのやめよ、言ってえな、これ死ぬわ、プチンって切れて。あー散歩行かなきゃな、もう。でもな、夕方暑いから朝行かないとダメなんですよ、散歩って。夏まだ暑いし、喧嘩売ってるよね、これ。あれ喧嘩してきた方がいい、夏と。夏の暑さだけ殺しに行くわ、俺。夏のちょうどいい暑さに帰ってもらうわ、マジで。あーもう行かれてるよな、もう今年の暑さ。だから本当に俺たちのことを害と見なし始めたんだよ。見なすまでの繁栄が長かっただけなんだよ。地球さんのね。ジ・アースがね。ジ・アースが俺たちのことを害と思うまで、その暑さに出る繁栄が遅かったの。うわ、こいつクソやって言って繁栄し始めたんだけど、だから俺たちがしっかりね、環境汚染とかをしっかり考えて、しっかり考えてね、地球をリスペクトして生きていけば、怒らないんだよ。うん、でも地球をリスペクトして生きるってなんだよってなりますけど、まあ無理だな今の人間生活じゃ。まあ排気ガスとか出さないとか、あと核兵器とかで、ね、海とか汚染しないとかね、そういうことですよ。うん、ディ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 渋滞動けない、12、5枚目ラン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 ズダツタツタツタロロロン。すごい汚いんだよな、コップのなんか。フチコじゃない、ここが。汚ねえコップやの、超汚ね、早く捨てなきゃな。って言ったらこのコップさんが今泣いてます。いや、すごい動画だな。あ、まあ水溜りボンドの関しての動画ね、後で話そう。